はい、ヒルビルホーセック M キャストのまこねです。今日も、30分ばかし私のおしゃべりにお付き合いください。昨日はね、ちょっとダークまこねが出まくったので、今週これが最後の収録です。なのでちょっとね、さらっと軽いお話で最後は終わらせたいなと思ってるんですが、どうですかね、何の話しようかなってちょっと思ってたんです。ですが、一つ喋らなきゃいけないことができたんですね。っていうのは、毎週、土曜日の15時に、私は新潟県長岡市にある T ジョイ長岡の、映画情報を Facebook の長岡市グループというグループと YouTube にアップしてるんですけど、今週ね、その T ジョイ長岡で公開される作品に、ボーイズラブの、お話が2本あって、全部で6本のうち、全部で今週公開されるのが6本のうち、2本がボーイズラブの話で、2本がボーイズラブの話で、他1本が、ゲイのカップルの養女が出てくるお話なんですね。で、まあ、タイミングなので、ちょっと、しっかり調べながら、LGBTQ って何ですかっていうようなことを、お答えしていきたいなと思ってます。まあ、今までも何回かお話ししてたような気はするんですが、まあ、断片的に調べもせずに私が適当なことを喋ってるところもあるので、今日はちょっと調べながら、やっていこうと思います。というのは、動画じゃなくて映画のね、ご案内をする動画の中で、わかんない方は、私の YouTube のポッドキャストの中を全部見ていただければ、どっかで喋ってますっていうような適当なこと言ってるんです。でも、まあ、ね、ポッドキャストからね、それをね、探し出すのはなかなか大変なので、今日はもう、その明日の映画の予告というか説明を聞いて LGBTQ ってじゃあ何なのよっていうふうにもう一回確認して来てくれた人のためにお話していきたいと思ってます。ごめんね、ちょっとね、鼻水が。はい。じゃあ、まあね、LGBTQ は、まあ、性的少数者の略で、まあ、LGBTQ それぞれに、まあ、割り当てられた言葉があるんですけども、1というか最初の L はレズビアンを指します。で G はゲイを指します。 B はバイセクシャルを指します。 T がトランスジェンダーを指します。で Q がクエスチョニングって言って、まあ、私はクイアって言ってますが、クイアっていう人とクエスチョニングっていう人がいて、まあ、どちらもね間違ってはいません。そう、まあ、それを全部合わせて LGBTQ っていうんですけども、まあ、以前はね LGBT って言われてたんですが、 Q がつくってことは、まあ、LGBT では分けきれない性の人がいるっていうことです。そう、その他に今 LGBTQ+ とか++とか、まあ、いろんなその後につくものがあるんですが、まあ、今日はね、9までということでお話ししていきます。じゃあ、まあ、レズビアンからお話していきますが、レズビアンがどういったものかっていうと、つまり、女性同士の性愛者、女性同性愛者。そう、女性同性愛者のことをレズビアンって言います。まあ、女性が女性と愛を交わすことを望んだり、恋愛関係を持ったりすることを指します。まあ、要するに、女同士の恋愛だったり、女同士のセックスだったりを表す関係性の言葉ですね。はい。で、ゲイ。そう、ゲイは男性同性愛者を指す言葉です。そう。つまり、女性と違って男性と男性が愛を交わすことを望んだり、恋愛関係を持ったりすることを指します。はい。まあ、よく言われるボーイズラブは、このゲイの、カップルに焦点を当てた、漫画とかアニメとかのことを言います。はい。で、バイセクシャルというのは、両性愛者。つまり、男性でも女性でも、特定の性別に限らず誰でも、好きになるっていうタイプの人ですね。はい。まあ、こういう人は、まあ、男女ともに結構いるんじゃないですかね。恋愛っていうよりも、なんて言ったかな、なんだったかな、疑似恋愛って、ちょっと言葉を忘れちゃったんですけども、特に思春期に多いって言われてるんですが、まあ、なんかのきっかけで、同性のことを、好きになってしまうっていうことが、まあ、思春期には起こりうると言われてます。まあ、男子校だったりとか女子校とか、まあ、限られた空間の中で異性がいない中で心も体も恋愛を欲するみたいですね。そう、その対象として身近な先輩とか後輩を好きになっちゃうっていう。疑似的な恋愛っていうのが心理学の中で何とかって言葉があったんですが、ごめんなさい、ちょっと忘れちゃいました。はい。まあ、それがね、まあ、それがそのまま、レズビアンに発展するかどうかはまた、何とも言えないんですけども、ゲイにね、発展するかっていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、きっかけがそうだったって人はいると思いますよ。はい。まあ、もちろん、同性愛にしても、もともと小さい頃からっていう人もいれば、いつか突然目覚めてっていう人もいるわけで、まあ、それがね、いいとか悪いとかではなく、なんかあるんです。そう。ただね、私は、同性愛者じゃないので、まあ、そこね、本当同性愛の人の気持ちって、まあ、正直なところわからないんですよ。うん。私はじゃあ、お前は何かというと、まあ私は体いじってないので、何も今のところやってないので、まあ見た目は、まあ脱げば男の子ですよ。そう。じゃあ男の子で男の子が好きなんだからゲイなんじゃないかと言われたら、いやゲイじゃないんですよ。だって私の性の認識は女性なので。そう。女性として男性を好きなのは私は普通。そう。だから私はヘテロセクシャルであって、恋愛の関係が違うだけ。それを指し示すのが、次のトランスジェンダー、最後の LGBTQ の Q じゃなくて LGBTQ の T、トランスジェンダーと言います。トランスジェンダーは、まあ、性同一性障害ってここでは訳されてますが、もともと性同一性障害はトランスセクシャルという言葉があって、入れ替わるセクシャル性っていうような言葉があるんです。で、トランスジェンダーは、もともとね、身体的な性別と自分の感じる性が一致しない人を指すっていうふうに書いてあります。つまり私は、LGBTQ にあったから、クイアっていう以前にトランスジェンダーでもあるわけですよ。そう。もしかしたらトランスジェンダーの方が本当は周りに理解されやすいのかもしれないけども、でもトランスジェンダーとして今までというか、まあ過去は生きてきたんですけども、トランスジェンダーっていう自分の生き方よりも、クイアっていう生き方の方がしっくりきたんですよね。そう。っていうのは、私の中には確実に女性性の強い部分と男性性の強い部分があって、まあ、社会で生活している以上、時には男性として振る舞い、時には女性として振る舞いっていうことが、どうしても必要になってくる時があります。まあ、その時に、じゃあお前はどっちなんだっていうのは、まあね、言われることがあるわけです。その時にどちらでもない性なんだよっていうふうなことにしといた方が私にとっては生きやすいっていうことで今はクイアって言ってます。はい。まあですがトランスジェンダーの人がね全員性転換したいかって言ったらそんなことはなく、そう性転換をしたい、まあ、もう全部体をきれいに直したいっていう人ももちろんいれば本当もう全然ね、体はいじらずに、女性として生きたいという人もいるわけで、まあ、トランスジェンダーの中にもいろんな方がいらっしゃるということはいらっしゃいます。はい。そう。で、最後の5、クエスチョニング。まあ、クイアですね。クイアは、自分の性が何だかわからない。または自分の性認識をざっくりしてるとかね、まあ、迷ってるとか、模索してるとか、そういう人をクエスチョニングって言うんですが、まあ私がクエスチョニングもクイアも同意語として使われています。うん。まあ私がクイアって言ってるのは、クイアの方が、ネット上語がいいというか、みんな認識されやすい。うん。なので、クイアって言ってますが、まあ、どちらでも問題はありません。で、まあ、日本だと、同じような言葉で X ジェンダーという言葉があります。X ジェンダーは男性と女性が入れ替わるっていうような認識なんですけども、まあ、私は X ジェンダーでもあるわけですよね。日本中で言えば。まあね、大体日本にしかないような言葉っていうのは、まあ、いろんな分野で多いので、まあ、その一つだと思っていただければいいと思うんですが、まあ、大体漢字的には X ジェンダーとクイア、クエスチョニングがみんな同じような感じ。そう。どちらかというと、この LGBT の中に当てはまらない人っていうようなニュアンスの方がいいかもしれませんね。はい。まあ、そんなわけでざっくり LGBTQ のお話をしてきましたが、どうなんだろう。うん、まあ、LGB までは、割と、もう認識されてるけど、LGBT の レズビアン、ゲイ、バイセクシャルまでは、まあ、みんなね、大体、誰でも認識できてるような気がします。ただトランスジェンダーって言われると、まあ、なかなかね、周りにトランスジェンダーの人がいないとね、なかなか分かりづらいし、理解されないし、ぶっちゃけ、差別もされます。はい。もちろんね、本当、どっから どう見ても女性にしか見えないトランスジェンダーの人もいれば、どっからどう見ても男性にしか見えない、トランスジェンダー、男性にしか、まあ男性だな、トランスジェンダーの方もいらっしゃいます。はい。それは、自分の性の認識であって、外見がイコールじゃない場合ももちろんあるわけですよ。そう。それに対して非難されるっていうことは、まあ、多々ありますね。そう。だからまあ、私は、私自身は、もうそれは慣れたというか、開き直ったっていうところはあるんですけども、やっぱりね、悩むことは多々ありますよ。例えば、トイレ、私はどっちに入ったらいいかは、いつも迷うというか、悩むというか、うん、変な話ですよ。私はメイクしてバッチリ決めて、今日の私はいけてるよっていう風に自信満々な日ってあるわけですよ。メイクがバッチリ決まった。おしゃれも決まった。もう今日は、もう自信満々。もう真っ向ね全開よって。今日の私はいけてるわ、みたいな日あるわけですよ。そう。そういう日は、もう自信を持って、女性のトイレに入ります。普通に。うん。そう。まあなんか言われたことないですよね。そう。ただ、そうじゃない日もあるわけですよ。まあ男性性が強い日とか、まあ立場上、社会通念上、仕方なく男性を振る舞っている時もあるわけですよ。そういう時は、やっぱり、まあ男性のトイレに入りますよね。うん、そこは、なんだろう、中途半端さゆえに、まあ悩みといえば、悩み。そう。うん。です。まあお風呂に関してもそうですね。私はまあ体いじってないので、もう当然女性のお風呂には入れません。だからって、大衆浴場の、知らない人ばっかだったらまだそうでもないんですけども、知ってる人がいるとやっぱり裸になって一緒にお風呂に入るのは、ちょっと気が引けますよね。うん。で、知ってる人ばっかでも、まあお風呂入れば、まあ割合とね、日本では湯船にタオルつけないっていうルールがあるので、まあ、みんな、丸見えなわけじゃないですか。そう、意識してなくても目線がいっちゃったりとか、そう、体つきを見ちゃって、なんかほっこりしちゃったりとかっていうのはあって、なんか、お風呂入るのが恥ずかしい。うん。だって、まあ、ほっこりして、体もほっこりして、下の方もほっこりしちゃうわけですよ。もうそうするとね、なんかもういたたまれず、もう暑いの我慢してお風呂の中でじっとしてるなんてことはまあよくありますね。だからまあ温泉とか行ってもなるべく人がいない時間に一人でこっそり入ったりとかします。はい。まあ、同じように洋服を買い行く時も、私はもう長らくもうほんとネット通販でしか服買わないんですけども、やっぱりなんだろう、外で、ね、ブティックとかまあどこでもそうですけども、外で買い行った時にレディースの服を見ている私にジロジロっていう視点っていうのはやっぱ常に感じるわけですよ。まあ、それがものすごく嫌で、まあなんかね、服もインナーも大体みんなネット通販で買うようになりました。はい。まあ、そんなのが私の悩みですけども、まあ性認識としては、私の性の認識としては女性であり、で女性だけども男性っぽい女性っていうところが性認識です。はい。で、まあ恋愛に関しては、私は私のことを好きになってくれた人を好きになるので、まあ相手が男性だろうが女性だろうが、私にとってはどうでもいいことです。はい。そう。じゃあセックスに関して、恋愛とセックスはまあ別ですよね。私の中では全然別の話なんですけども、セックスに関してはできれば女性とはやりたくないです。やれないことはないです。はい。なんか刺激を受ければ立つし、そう立てばそれなりに立てばとか気持ちよければ、まあもうそれなりに持続します。はい。そうだから女性と普通のセックスもできますけども、私がそれに関して心から喜んでセックスしてるかといったらちょっと違って、私は女性とセックスするのはもうめんどくさい退屈っていうようなのがまあ本音ですね。そう、逆に男性とセックスするとやっぱり本当満たされた気分になります。とはいえまあね、お尻でするわけですから、まあ、お尻をねお掃除したりとか、私まあ全身結構毛だらけで、まあ剛毛というか、まあ脱毛もね今後の課題の一つなんですけども、まあ、そういう体なので好きな人に裸を見せたりとか、好きな人とオープンにセックスができるかっていうのはそんなことはないので、男性とセックスするのは嫌いなわけじゃないけど、本当お口だけで済ましてごまかしちゃったりとかっていうのは過去にいっぱいあります。そう、なんでって言われてももう言えない、なぜかっていうのがそう私のコンプレックスですよね。そう、まあセックスに関してはそんな感じです。で、見た目、外観的な見た目に関してはやっぱね、太ってるっていうのが私の最大のコンプレックスで、その太ってる自分から太ってない自分に変わらないと積極的に何もできないって、何も前に進まないっていうのが本音で、まあ、それに対してもう人生をもう投げ捨てたような生活をしてたんだけども、まあ映画と出会って、そうして16時間断食を始めて徐々に体重が落ちてきて、ようやく本来の自分を取り戻すための準備を始めてるっていうのが、まあ、正直なところです。で、まあ私はね74年前の48歳なんですけど、もう50になるのに今更っていうふうに、まあ、思う人もいると思うし思われてもそうかなって思うところもあるんですが、まあそこに年齢は関係ないと思うんです。まあ、私が自分の性の認識がどこなのかっていうふうにはっきり自覚したのって実はよく分かんなくて、そういう意味では迷ってるっていうのが、まあ、事実かもしれませんね。迷ってるっていうのが事実かもしれないけどこうしたい、こうなるべきだ、いやこうなるのが自分にとって一番ベストだっていう選択の中で性認識を女性として決めてるんです。女性であって、女性よりも男性っぽいとか強い女性っていうふうに決めてるんです。はい。そう、まあ、だから外見に関してもそのようにそのように振る舞っていきたいし、そのようにアイデンティティを持っていきたいと思ってるんですが、その女性の魅力、女性としての生き方の私のアイデンティティやステータスに関しては、昨日お話した通りに思ってます。はい、なので女性としての私がどのような女性像を思い描いているかっていうのに関しては、昨日のポッドキャストをお聞きください。その話をするとまたダダダっていう脱線し続けるので、はい、そんなわけで、今日はですね、LGBTQ と、私の性認識等について改めてお話しさせていただきました。時間はですね、まだ、20分ぐらいなんですけども、ここからこの話を掘り下げていくと、またいろんな方向に破綻してしまうような気がして、それはそれで今日はこの話の話題に関してはやりたくないなと思っているので、今日はここで終わりにしたいと思います。今週も、最後までご視聴ありがとうございました。まこねは来週ももちろん日曜日からスタートして、日曜日、スプーンに関してはスプーンじゃなくて、ポッドキャストは YouTube をキーステーションに発信しているポッドキャストは、月曜日から金曜日まで、お昼前の10時にアップというような流れで来週もやってきます。今月いっぱいはその流れでやっていき、もしかしたら来月からちょっと修正すると思うんですけども、今月はね、ちょっとこっちのポッドキャストの YouTube チャンネルじゃない方にちょっと手こ入れしたいので、そちらに、を中心にやっています。はい。なので、手を抜いてるわけじゃありませんが、温かい目でお聞きください。そんなわけで、今日も、まこねでした。また来週。皆さん、良い週末を。バイバイ。